よし、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日のレビューは FMA PEC 15 BEQ 15番のレーザーライトボックス。これはよく、まあ、貨幣隊の時でも本物が使ったので、1回だけでもちょっと、本物はすごく高いのやつから、これは FMA の番はインターネットで、よくおすすめがあったので、やってみると思った。このレーザーとライトボックスはよくの問題はライトがあまり眩しくないと、レーザーもすごく減った、と電気使えないと、それとこのリモートスイッチにもよく便利のじゃないがあるんですけど、この FMA のバージョンはの番は本当にちょっと上等ですけど、ちょっとやってみろか。最初はライトを、まあ、最初の説明はライトはカバーがあるとか、レーザーにもカバーにもあります。これは緑版の一番ちょっとの色、緑版です。スティッカーのシールはあまりちょっとじゃないけど、それはあまり気にしない。ボタンでスイッチで両方が使えるから、ここに入れるとか、スイッチはこっちでポコンすると大丈夫です。と、今の設定はプッシュのライト、オンのライト、レーザーライトとレーザーと見えないのレーザー、つまりです。じゃあやってみようか。最初にはライトだけ使いましょうか。それとボタンを押してオンにする。上にもちょっとポコンポコンの音を作るけど、テールより。よし、次はレーザー、あ、ステイのライト、プッシュとずっとオン、もう一回押すとオフ。次はレーザーだね。お、これこの緑レーザーはよく見えるのやつんですけど、そのレーザーはこっちのネジとこっちのネジも何とか設定をできるんです。緑はやっぱり一番の色です。緑のレーザー、次はライトとレーザー。レーザーとライトよく見えるんじゃない？レーザーあまり見えないですね。僕はよく見えるけど、カメラはやっぱりもうちょっとジョットのやつがいいか。最後には見えないのレーザー、これはナイトビジンがないとよくわからないんですけど、こっちにカメラに見たら見える。普通の目は全然見えないんですけど。それは大体全部ですね。これは本当に便利ですけど、サバゲーになればライターだけに使ってもいいですけど、レーザーはちょっと目に悪いになるから禁止です。注意注意だね。でもレーザーはなんとかターゲットシューティングいきなりやれば、と一番ハイスピードは誰ですかって言ったら、すぐにレーザーに使ってると使いやすい。近くだけに使うんですけど、レーザーはだいたい20メートル未満とか、本物は20メートルぐらい、50メートルぐらい未満で当たれるけど、サバゲーのレーザーは弾がすぐ力が、本物の弾とサバゲーの弾は力は全然違うんですけど、サバゲーのレーザーであれば近くの方が一番使いやすい、5メートルぐらいが使いやすいと、その以外はドットサイトでも普通には。へへ。じゃあ、それは FMA の PEC15、それとカバーが使っているライトに押して赤になる。まあ、大体面白いんですけど、もしかして友達に遠いの場所と無線機がよく使えないと SOS。いろいろにもメッセージできるんですけど、敵がよく見えない。赤いライトが遠いから見づらいですから。じゃあ、それは今日の PEC15 FMA 版。確かにジョットのやつ、騒ぎになれば、まあ、デイゲームでもゴーグルがつけて建物に入れるとまだ目がジャストにするながら、
ライトにすぐに使うとパパンパパンパパン、うん、眩しいでしょ。このデイゲームでも眩しいから便利なやつ。まあ大体2つ一番大切の銃のものは最初はスリングとライトです。それからおすすめは大体僕の見つけたのは5000円だったので、ジョットのやつかっこいい。ちょっとだけ重いけど、僕にはあまり問題ないけど、いろいろな人は絶対重いのやつがやっていいですから、その情報があります。じゃあ以上ですね。もうスティールにも悪くないんです。だいたいジョットのやつです。 C134 電池に2本使ってるとか。アジャストのネジ。はい、以上です。じゃあ、皆さん、気をつけてください。元気に。じゃあ、次のビデオは、こっちの、なんだろう、説明しようか。よし、お疲れ様です。